どうもカゲアンです。今日はですね、情報が情報を呼ぶということについてお話ししたいと思います。自分がね、こう求めているこう情報というか、こう大まかでもいいんですけども、こういう感じの情報って言ってこうやっていって、それをこう。 えー、例えばメルマガやったらメルマガでもいいですブログやったらブログでもいいですし YouTube やったら YouTube でもいいんですけどもそういうものをねこう、えー、定期的にこうやって見ていく状態をこう作っていくとですねその中からまたこう派生してですね、えー、新たな情報がこう手に入ることがあってそれにまたアクセスするとですねそこにまたいい情報があってってなっていって。 そっからどんどんんん生してていって、まあ、有料な情報もあるんです例えば本とかもありますしそのネット上での、えー、有料の情報もあるんですけどそれがねものすごいその情報が情報を読んですごくいい情報にも触れられている状態にこうなっている状態になっているんですね今ね僕の今の状態というのはもっともっといい情報はあるんかもしれないんですけども今の僕にはもうすごく最適な情報に触れられている いうふうふになっていってていいいるとううふうに思いますでこれがねなんでこういうふうにこういい感じにこう、えー、情報を触れられていってるんかなと思ったらですねやっぱりその定期的にその自分がいいこの人のはこの人の人情報はいいなっていうものをこう触れていくことによってですねそれを定期的にやってるとそこからなんかね、あのー 自分がが気づくことがあるんで,すよ、ね、そので自分でも頭の中でも考えてますしそっからこう、えー、その定期的に見てる中でです、ね、なんか自分の中にこうなんかひらめいたもんがあってそっからこう広がっていくっていうことがあるんですよね。でそっからこう何でもかんでもっていうんじゃなくてその情報を拾いに行って見てこれはいらんないとはもう省いていくっていうことができるようになったんですね。 で僕の最初の頃はねもう何でもかんでもこう情報に触れようとしてもうものすごくそのインプットっていうそのほんまにインプットできてたんか分かんないですけどとにかく情報を浴びまくりましたね。その情報を浴びまくってる間最初はだからいいも悪いも何も全部がこう吸収しようと思ってやっててでだんだんそのなんかよう分からんようになってくるというかパンクしそうになってきた時にこう自分の中でこういい情報をこう。 チョイスするあの選択するようになっていってですねだんだんとそれ,それを最初は浴びてそれで一回じゃわからない何回も何回もそのいろんな情報に浴びていく間にですねこれ自分に必要ないその一般受けはしてるかもしれないですけども今の自分にこう必要な情報じゃないしこれってただのそのなんて言うんですかねその調べればわかることを言ったはるだけのことやったりすると自分 がれ調べんでもそれに触れられるっていうメリットはまあ,あるんですけども、そこまでする必要があるんかなとか、えー、いう感じですね。だからだからそのそういう風うにこう出版社選択をこういろいろしていってですね、やっていくとですね、そのだん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 精度が上がっていく状態になる。で精度が上がっていくとより精度が上がっていく状態になるんですよね。でそういう形でですね、あの情報に触れている。 とということですねそうしていくとどん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 こう自分にいいものが集まってくるようになるんですね。でこれはね情報だけじゃなくてですねいろんなことあでもその人を介してのその情報が一番いいんですよね。そので人とこうどうですかそので出会っていく時もそうなんですけどそこからのね、えー、一,一時情報っていうんですかね。その そのののの人がががこれいい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 いよっっっってててて言るももううすすごくいいものっていう確率が高いといか、まあ、ほ,ほぼいいです、ね、僕はお客さんと接しさせていただいてお話しさせていただいた時にねお客さんがおすすめしてくれたりこう何気なくこういいというふうにことを言ったはる人のことをね一回ちょっと僕はそれを情報に触れたりとかその場所に行ってみたりとかそのものを試してみたりとかするんですけどもまあまあやっぱり。 いいですよね自分にとってやっぱりそのこれから生活する上でプラスになることっていうのがすごくこう大きいんでそのネットとか他の例えば新聞とかそういう中の情報で情報で精査していくのとプラス人と会うことによってその人からもらえる情報というかその。 なんかね、気づきとかそういうものもですねこういいサイクルがこう回ってくる状態になるんですねほんで自分もねやっぱりその自分と接してる人は、えー、僕と出会うことによって何かプラスになって持って帰りたい帰ってもらいたいっていう気持ちもあるんでですねまあ貢献したいとかいう気持ちもあるんでですね自分がいいと思ったことに関してとか自分がやって、えー、よかったもの えですね、そういうものについてはお伝えしてですね、まあひ その相手が、ね、こう欲してない場合もあるんですよねで無理やりこう言ってしまってる場合が僕の悪い癖というかいいものはいいからどん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 言うと相手もそれは、えー、受,け取れられ受け取ることができないというかその時はそ,のそういう状態じゃない時やとそれを言ってもあんま意味がないんでですね、えー、余計なお世話になっちゃうこともあるんですけども、えー、何もしないよりはマシかなと思って言ったりはしているんです。でその辺ののの辺ねななるべく空気は読んんででいかなあかああすけども、あのー そういう形でこう人とのその何て言うんですかねなんかこう物質的なそのプレゼントとかそういうこともえ嬉しかったりするかもしれないんですけどもその一時的に結構効果のあるものをこう情報としてこうえ与えたり与えられたりという状態っていうものが作り出せるとですねかなりこれは。 いい感じですね。ほんでそういういいものをね与えてくれた人にはねなんかやっぱりお返しを増したいというところがあるんでそのそれもいろいろねそのお返しもねなんか変な感じでお返しすると相手がそんなに喜ばないこともあるんでですねそのそこは自分で自分なりに考えてそれを、えー、与えさせてもらうという状態にしてい,くいかないといけないというところまあまああのちょっと。 話を戻しますと結局その情報っていうのがこうすごく大切でほんでえー、どういうんですかねそのやっぱりその一時情報をもらえることがすごく価値があるんでそういうことを発信してはる人の情報に触れていくとあともう一つですねその みんなが触触れれててる情報に触れてもですねあまりそれはみんなも見てる情報なんでそこはねあのー、一応軽くこう流す程度でいいかなとそれはみんなが知ってるしみんながそういうことを考えてるとかみんな有名な、えー、ことの情報に関してはですねそこまで、えー、そこをしっかりとこう見るっていうことは僕はしてないかなと。い、えー、自分が必要なもんであれればそれは 取っていってていんでで考えるることをするんですけどももっとねそのみんな YouTube でもですねそのチャンネル登録者数が結構少ないものであったりとかですねほいでこれは自分にとってすごくこう、えー、いい情報やなっていうものを取れた時がすごく えー、自分の喜びであったり、えー、ここを取りに行ってる人はやっぱ少ないかなとで結構ねそういういい情報をしっかりとこう見てはる人もいるんですねそれで、えー、と最近知った人でももう3万人ぐらいが、えー、チャンネル登録してるような、えー、情報もあったりとかそれと何百人で何十人っていうのもありますね何十人っていうやつでもいいのもありますしほんでそういういろいろねあるんですけどもうん。 で自分のこうやる活動の中で参考にするために取ってる情報もありますしでこういうふうにいろいろと、ね、こう整理整頓ができるようになるとでだんだんど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 ん取捨,取捨選択していかないと。 えー、情報はありすぎるんで自分でこう絞っていかないといけない、えー、そういうこともしていかない,ないといけないっていうのもあるんですけどね。ということで、えー、ちょっとバラバラな話になっていきましたけども今日は情報が情報を呼ぶということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。